月に門真倉庫店がオープンし、ますます大人気のコストコ。今日はこれからの時期にぴったりのアイテムをご紹介します。どう持って帰るの？七色リサーチ。やってきたのはコストコ天ヶ崎倉庫店。いた、出た、コストコさん、コストコさん、コストコ顧問トコトコさん。年間200万円以上使うヘビーユーザーなので、最近では全国ネットの番組にも呼ばれたほど。そんなトコトコさんがおすすめするクリスマスアイテムとは？あ、クリスマスや、クリスマス商品出てるんだ。そうですね、あれ欲しい、あのクマさん。ちょっと待って、クリスマスといえばおもちゃ。これニコル何だと思います？え、何これ、なんか作ってなんかロクロみたいな。そうそうなんです、これなんか陶芸セットのおもちゃ。お家で陶芸ができるんですか？陶芸体験してた。新平さんだったら10台買えますよ。どういう買い物なんだ。これ誰を動かしてたの？私は全然わからない。死んだ。ひよこさん、今年のクリスマスはどうするんですか？今年のクリスマス全然何も考えてなかった。何曜日やろ、クリスマス特別な日と思ってないから。ここまでやってきたのに。待ってください、待ってください。では冬のあったかグッズはいかがですか？今年買いたいなと思ってる。何これ？なんですけど、何か、え、ハンドウォーマーって。そうなんですよ、これカイロなんですよ。カイロ温度調整もできます。スウェイなんですけど、これ実はこの充電器にもなって、そう、充電なくなった時とかにめっちゃいい。でもこれだから充電したら何回でも使えるってことですよね。あ、そうですね、めっちゃ機能的です。あっちに、すごいシェアできますね。確かに。え、こっちが好き？ひろこさんこっちでしょ。なんでわかった？韓国ブームで話題のお菓子から。あのコストコの社長が激推しの
お菓子でタンミックス、タンミックス2つの味が入ってる。そうそうそう、でこれ大好きだよ。もうガーリー最高。何ハマりそう。結構も愛されね、両方。確かにこれとこれで、うん、できる。これやばいですよ。これも韓国のお菓子なんですけど、これなんか可愛い。可愛いでしょ。そうなんですよ。スイートバニラ味でスナック。あ、そうです。スナック菓子ですね。甘い系。買おう買おう。食べよう食べよう。続いては誘惑のグルメエリアへ。これ新商品なんですけど、アップルキャンペーンデニッシュ限定なんですよ。え、そうなんや。そうそうそう。わ、すごい。ずっしり。思ったより。めっちゃいい匂いした今。うわやばい、めっちゃいい匂い。食べたんですよ。やばい。これも買っといていいですか？3種類味あるから飽きずに食べられる。そうですよね。1枚だけと思ってた。もう1枚そう。3種類食べちゃうの。もちろんコストコのお寿司も絶品。海鮮がぎっしり詰まった特大サイズの漬けチラシも購入。さらに牛カルビの試食まで。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。うわー、柔らかい、美味しい。めっちゃうまい。取ってきていいですか？ね、うん、すいません。トコトコさんはラストスパートの爆買い。あ、嬉しい。すいません、ちょうど水切れたから。トコト箱。量多くない？量すごくないですか？まあでもこれ、うん、全然大丈夫です。これはいつも通りです。はい、今日で31,771円でございます。ちなみにトコトコさんは14,000円のお買い上げ。ここからは場所をお借りして試食タイム。期間限定のアップルキャラメルデニッシュをいただきます。そしてコストコの社長激推し2種類の味が楽しめるサンミックスは、ほんのりスパイスかかってるって感じやから、うん、全然お子さんでもいけるし、おつまみにぴったり。サウナもめちゃめちゃいいんですけど、うん、やっぱりあの陶芸セット、はい、あれもっと憧れの映画ゴーストごっこできるじゃないですか。憧れの映画できますよ。クリスマスにゴーストごっこ陶芸ゲームもすごくないですか。ゲームこれちょっとレトロな感じ、昔の商店街とかにこういうのあって、うん、懐かしい気分も味わえるのいいなと思いました。そうですよね、本当にすごい良かったです。今回はクリスマスにもぜひ行ってみてください。